はい、どうも皆さん、こんにちは。伊ずっかです。さあ、今回なんですけども、LINE ポイントクラブやクーポンなどを徹底解説、Visa l i n e ペイクレジットカードで、キャッシュへのチャージは関係の対象外ということで、今回は LINEPay の LINE ポイントクラブとそれに関連して、Visa l i n e ペイクレジットカードについてお伝えをしていこうと思います。まあ、以前ですね、少し動画でもお伝えしたんですが、今回はそれよりプラスアルファの情報もありましたので、おさらいも含めて、サクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 それではまずはこちらですね、今出てるマイカラー制度ということなんですけども、現在 LINEPay ではこのマイカラー制度によって、それぞれ基本付与率、まあ、還元率っていうのが変わってきます。ホワイトからグリーンまでで0.5%から2%の還元。これがマイカラーの制度なんですけども、これがですね、2020年の5月の1日の金曜日、9時59分に、このサービス自体が完全に終了となりまして、 今度からですね、新しくこちらの制度がスタートします。じゃんということで、これが LINE ポイントクラブというサービスがまたスタートします。まあ、マイカラーからまあ、新たにリニューアルするというような認識でいいかなと思います。で、この LINE ポイントクラブなんですけども、スタートする日付に関しては、もうカラー、マイカラーのサービスが終わった瞬間ですね、2020年の5月の1日の金曜日10時からスタートするということになりますね。 このラインポイントクラブなんですけども、前からの時と同じように4パターンに分かれています。で、順番で言うと、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナというような順番となっておりまして、このランクの決まり方なんですけども、下に出てるように獲得したラインポイントの総量によってランクが変動するということになっております。 で、この4つあるランクの中でも、このプラチナになるためには、今下にも出ているように、少し前にもですね、僕も動画にさせていただきました、ビザラインペイクレジットカードが必要となります。なので、もしですね、このプラチナ目指す方は、まずこれが必須となるので、大前提として覚えておくのがいいですね。そして、先ほどお伝えしたランクなんですけども、今回このラインポイントクラブでは、マイランク制度という風に呼ぶようになっております。 で、実際に先ほどお伝えした4種類のマイランクなんですけども、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナなんですが、今、左にも出てるように、6ヶ月間に必要なポイントの獲得数ということで、特にポイント獲得してないレギュラーの方は0ポイントでレギュラー。で、100ポイント6ヶ月間に取得したらシルバー。そして500ポイント獲得したらゴールド。あとはこのプラチナなんですけども、ビザラインペイクレジットカードを持ってるプラス、この6ヶ月間の間に5000ポイントを獲得したらこのプラチナになれますよ、ということですね。で、このランクの決まり方としたら、今出てる ようにランク判定期間とということでで緑の部分ですね上の6ヶ月間の間に、まあ、100ポイントであったりとか500ポイントそして5000ポイントという感じになるので、まあ、結構これ長く見れるなと思いますでそれが決まって1ヶ月間ランク期間となるので、まあ、いかに過去の段階でそのポイントを獲得するかによって変わってくるというような感じですかね ま、これがランクの決まり方の簡単な説明なんですけども、次ですね、特典クーポンということなんですが、これもランクに応じてもらえるクーポンというのがありまして、1枚から10、最大10枚までもらうことができます。 しかもこれいいなと思ったのが、これ毎月もらえるんですよね。なのでまあ、いかにランクが高ければ高いほど、まあちょっとしたお得なクーポンがもらえるということですね。で、実際に獲得できる特典クーポンの枚数として、レギュラーは1枚、シルバーは3枚、ゴールドは6枚、プラチナは10枚となっております。でですね、つい最近、このクーポンに関しての情報っていうのが、 LINE ペイから出てましたので、まあ、お伝えしようと思うんですけどもこの特典クーポンは70社以上の加盟店が入っているようになっておりますでご覧のようにですね毎月もらえる LINE Pay 特典クーポンということで今右側にちょっと出てるんですがまあ、レギュラーの方だとこんな風に出てるということでまあ、お好きなクーポンがもらえるという感じですねでですねちょっと公式ページがブワーってこうめちゃくちゃ出てたのでまあ、一部僕が知ってるお店をまあ抜粋させていただきました一部の例として倉寿司だったら5%オフのクーポンであったりとか ゲオだったら100円オフ、ここからファインは100円オフ、スシローだったら5%オフ、リンガーハット100円オフ、松本清100円オフ、吉野家でも100円オフという感じで、これ結構いいですよね。少額でも使えるので、かなり使いやすいクーポンなんじゃないかなと思います。 で、普通のこう、実店舗以外にも、オンラインショップというようなジャンルもありまして、オンライン上でも使えるようなクーポンが出ておりました。まあ、今、世の中がこのような状況なので、こういったクーポンで結構助かるんじゃないかなと思いまして、例えば、Uber Eats だったら100円オフ、サンプル百貨店だったら100円オフ、デマイカンだったら100円オフ、ラクマだと5%オフ、これだけでも結構嬉しいかなと僕は個人的に思います。以上が今お伝えした特典クーポンの一覧ということですね。まあ、ちょっと詳細のクーポンに関して知りたい方は一応リンク貼っておきます。そして次ですね、チャージア アンドペイ利用時の還元率ということでこれ結構ですね本当今回のこの LINE ペイのまあポイントというよりか重要なところになってくるのかなと思いますで、まずこのチャージペイとは何ぞやということなんですけどもこれですね VISA LINE ペイクレジットカードを持っている前提のお話をするんですけどもこの VISA LINE ペイクレジットカードを実際のご自身の LINE ペイに登録をしますそうすることによって チャージせず、LINEPay のコード決済、スマホ決済が可能となるんですよね。けど、まあ、支払いは実際どうなるのか、まあ、LINEPay の支払いがどうなるのかということなんですけども、自分が持ってるクレジットカードと一緒に後払いでの生産となるんですよね。なので、例えばお店に行ったとしても、あチャージするときに、あ、やばい、残高足りないというときも、このチャージペイを設定していることによって、普通に決済することができて、あとはもうまとめて生産ができるということなので、結構便利な機能かなと僕は思います。まあ、ちょっとね、後払いなので、 で使いすすぎには注意が必要ですねそしてスマホ決済の LINEPay のポイント還元率先ほどのチャージ &Pay もこれも還元率というのが変わってきまして例えばレギュラーの方だと何もせず、まあ、とりあえず1%還元。 で、シルバーの方は1.5%還元。ゴールドの方は2%還元。で、プラチナの方は3%還元ということですね。で、先ほどもお伝えしたように、これはスマホ決済での還元率となります。なのでは、はわざわざスマホ決済にせず、もうビザラインペック,クレジットカードが使える場所であれば、まあ、それで決済するのがいいと僕は思いますね。まあ、ラインペじゃないといけないという場合ももしかすると出てくるかもしれないんですけども、まあ、普通に使える場所であれば、Visa ラインペック,クレジットカードでもいいのかなと思います。けどまあ、たまに飲食店とか そそううういいいっっったたとととここころででもももだけってあありりまますすすよねね活躍する場合もあります、ね、以上が今お伝えしたチャージペイ利用時の還元率についてでした。そしてですね、ちょっと公式ページにまとめた表がありましたので、結構これが一番わかりやすいかなと思うんですけども、まあ最初から出せやと思うんですが、ちょっとですね、一つ一つ見ていこうと思うんですが、まずこの一番最初の青枠のところですね、スマホ決済での利用する場合、チャージペイで支払い手段として コード決済であったりとか、請求書支払い、あとオンライン決済をする場合は、先ほどお伝えしたランクに応じて1%から3%の還元を受けたりですとか、あと右側のクーポンに関しては、コード決済であったりとか、オンライン支払いでも一応特典のクーポンが出てくるということですね。で、ここですね。残高支払いの場合、普通に自分の銀行口座であったりとか、まあ、セブン銀行 ATM とかでチャージをして、なおかつ、ビザ、ラインペイ、クレジットカードを持ってない場合ですね。 まあ、コード支払いであったり、請求書支払いであったり、オンライン支払いであったり、タッチ決済、これは Google Pay での決済ですね。この場合はなんと0%還元になるんですよ。これ本当にちょっと、これまでずっと LINEPay 使われてた方で、なおかつビザ、Visa LINEPay クレジットカードを発行してない方からすると、うまみとするとあまり少ないのかなと思います。まあ、唯一、うまみといえば今右側に出てる、 特典クーポンのところですね。コード支払いであったりとかオンライン支払いでも特典クーポンは一応付与されるという感じですね。けどまあこれに関してどうしてもいろんな事情でこのクリストカードを作れないっていう方は、まあいるとはもう僕も全然これまでは作れなかった人なので、すげえお気持ちとしたらわかるんですけども、作れない方からすると、まあユーザーもちょっと離れてくのかなっていうふうにちょっと予想しております。 そして、まあ先ほどのスマホ決済であって、ビザラインペイクレジットカードを使う場合ですね、カードショッピングで利用する場合、今上に出てるようなビザラインペイクレジットカードで支払う場合は3%還元。これは1年間だけ3%還元で、それ以降は1%還元と変わります。で、還元の上限はなく、ずっと、 ま、自分のクレジットカードの利用上限までであれば還元はされるという感じですね。で、あと下にも出てる、LINEPay カード、カップリペイドカードということで、今 LINEPay ではプリペイドカードが出てると思うんですけども、実際にそれでお買い物をしても0%還元なんですよね。これ結構また辛いですよね。 結構あのカードに関しては前からによっての還元率として使えてたんですけども、それが5月からもう一気にそれがなくなって0%還元となるので、一応支払いでは使えるということは公式ページに書いてあったんですけども、わざわざそれで支払うことのメリットって考えたら、かなりちょっと薄いのかなというふうに思いました。 そしてですね、もう一つ、ま、重要なところがありまして、これちょっとタイトルにも書いてあったんですけども、まず上の部分から見ていきましょう。まず、オンライン支払いの場合なんですが、下記、LINE サービスのお支払いにはご利用いただけませんということで、例えば、上から LINE 証券、LINE ポケットマネー、ビットマックス、スマート投資、過去ワンコイン投資ということで、今回ですね、結構ツイッターとかでも予想はされてたんですけども、下の部分のスマート投資、ワンコイン投資ですね、これに関して、今まで結構そのマイカラーとかの、 恩恵とか受けてたんですけども今回からはそれがなくなるということなのでワンコイン投資をまあやり続けるメリットはもちろんあると思うんですけどもまあオンラインでの支払いに対応してないということなのでちょっとこれは少し寂しくなるのかなと思いますそしてここですよねポイントはビザラインペイ3%還元ということなんですが下記はポイント還元の対象外となりますということでまあちょっといろいろあるんですけども見ていただきたいのはここですね赤いラインのところなんですけども電子マネー、プリペイドカード、ウォレットサービス等へのチャージ各 これね、以前ちょっと動画でもお伝えしてたんですけども、あの、ビザプリペイドカードでも有名なキャッシュですね。あの1、1%還元を使って、このビザ、ラインペイ、クレジットカードと組み合わせれば、トータルで4%還元が可能になるかも、みたいなことで思ってたんですけども、 今回ですね、もう注意書きが出てましても、このキャッシュとくっつけても還元が、ラインポイントは還元されないということになるんですよね。いややっぱちょっとね、常時1年間4%還元を夢見てたんですけども、まあそれはちょっとできないということになりました。で、他の下にも出てるように、金融商品の購入、税金、保険、1回あたりの支払いにつき5万円を超える分であったりとか、国民年金、保険料、寄付、年会費、手数料、キャッシング、その他、等カードの利用において指定するポイント対象外の商品、 サービスということですので、まあ、ちょっとこれに関しては実際にそのビザラインペクレジットカードがついて再度ちょっとリマインド含めてですね動画にしたいなと思っております。そうしましたら今回のラインペイについてまとめていきたいと思います。まず上からラインポイントクラブに関しては5月の1日の10時からスタートしますのでこれお日にち間違いのようにお願いします。でクーポンに関してはランクにもよるんですけども1枚最低1枚誰でももらえます。そこから最大10枚までもらうことができるんですけども最大10枚もらう分にはビザラインペクレジットカードが 必要となりますであとは残高からの決済は基本0%還元となるので本当にねずっとこれまで l i n e イ愛用されて 方でも還元率っていうのがなくなるのでなのでまあもし還元率上げたいっていう方はそのチャージペイが必要となりますなのでそれも一番下に繋がるんですけども今後その LINE ペイを利用する際は VISA LINE ペイクレジットカードがあった方がいいのかなと個人的には思っておりますまあもちろんねこれは僕が独断と偏見でお伝えしていることなので感じ方は人によって変わるかもしれないんですけどもやっぱりあった方が今後 LINE ペイ使われる方からすると有効的なカードになるかなと思いますまあそんなこんなで今回は l i n についてお伝えをさせていただきました。ま、ほんとね、大きく大きくマイカラーからポイントクラブに変更されるということなので、まあ、ちょっと慣れるまで僕も、 どうなるのかなというふうなものはあるんですけども、実際にね、始まってみないとちょっとわからないってとこもあるので、実際にそれが始まった上でわかったことなのまたそれはそれで動画にしていこうかなと思っております。ちなみに先ほどからちょっと出ていましたビザ、ビタラインペク,クレジットカードについては、一般申し込みがもう本日からスタートしましたということでしたので、もしですね、ちょっと詳細気になるなという方は、一応下の僕の概要欄にも貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。あと先ほどの LINE イントクラブの詳細も出てますので、それもぜひですね、 気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日ですね、もう三井住友カードから連絡というかメールが来まして、14時01分に来まして、なんだろうと最初思ってたんですけども、ちょっと真ん中の方を見ていただくとわかるんですが、ビザラインペイカード様、会員様ということで、お申し込みのカードを発送いたしましたというメールが来ました。いや、ほんとね、僕の場合はその事前申し込み、受付の申し込みみたいなのをやってたので、結構なるべく、あの、早く申し込みができたんですけども、思ったよりですね、このカード発送が早くて、 めちゃくちゃ嬉しいです。なのでまあ今日スタートしてまあ2、3日見たらまた届くのかなと思いますのでまあ届いたらですねまあ設定であったりとか実際にそのカードがと手元に届いて触った感じであったりとかまたレビューをしてみたいなと思いますのでぜひそちらも気長に待っていただけると嬉しいです。ということでありがとうございました。